どうもこんばんは。今日はですね、ケガニおじさんと一緒に、ショークローフィッシングのショークローさんと、コラボ。釣りに革命を起こさなきゃダメよ。どうもどうも、始まりました。あ、もう回ってるの？回ってます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いや、ほんまにありがとうございます、今回は。いや、こちらこそ、わざわざありがとうございます。ほんまにありがとうございます。今日は、私、翔九郎くん、まあ、翔ちゃんでいいですよ。翔ちゃんでも全然いいですよ。翔ちゃんでいいですか？翔ちゃんで全然いいです。翔ちゃんに釣りを教えてもらいたくて。教えてもらうの待ってくださいよ。ダメですか？そこまで上手くないし、なんか、僕、動画更新頻度少ないんですよ。あ、そうなの？ほんで、上げてるやつはバス釣ってるんですけど、まあ、遅い理由は釣れてないからで、釣れてない回数の方が多いんですよ。いやでもね、うまいと思いますよ。すごい。いや、琵琶湖でも釣れないでしょ。釣れないです。何回行って何回釣るぐらいなんだろう？もう去年とかはひどくて、もう5回に1回やったんですよ。ああ、5回に1回、まあ見せれると打率が悪すぎて。やばい、そんなもん、そんなもん。で、今年はまあ池とかいろいろ回って、まあ2本に1個かなっていう。ああ、やっぱ前、去年はデカバスを狙うっていうスタイルだったんですけど、デカバスはプレッシャー、自分としてのプレッシャーやばすぎると思ったんで、小バス釣ってもできる動画にしようと思って。なるなる。それに切り替えたおかげで、ちょっと更新頻度が上げれたかなっていうのがあるんです、プレッシャーさらに上がるんで。翔ちゃんでいいですか？翔ちゃんで全然いいですよ。あ、なんか今日いい感じになったね。初めて会った時はまだね、俺もあ、なんか見たことある人だって。ちょうどツイッターとか見てる、見て、あ、こういう人がいるんだ、新しい人なんだ。で、振ってみたら、おって。じゃあ俺も何個あれが1年前だよ。多分似たような人かなと思って。あの時会った時、マジ一番上でしたもんね、琵琶湖の。そうそうそう、一番来た。そうそう、奥琵琶湖で。絶対似た人だなと思って。でも声聞いたら、いや、でもな、きっとおこだしね。でもね。いや、でも、初めの一番さ、出てきた時の勢いがさ、ガツンって。一気に来たよね。初めね。で、そこで今ちょっとこうなったじゃないですか。今こういってこういった。こうで、そう、横ばいになったじゃないですか。こっからもう一個上に行かすには、翔九郎さん的な戦略的とか。戦略的というか、今もう考えてるのはもう、ほんまいろいろその編集のスタイルとか、はい、やっぱりその、いい動画を作るっていうのはもちろん当たり前なんですけど、うん、その全体的なイメージとか、そのチャンネルの色とかを揃えるとか、うん、なんかそういうのを考えて工夫してるんですけど、うん、まだやっぱり今成功できてないわけですよ。うん、ずっと3万人あたりでうろちょろしてて、うん、で、僕としてはもうやっぱりマスゲンとか畑さんは絶対超えたいんで、うん、30万人になると、うん、やっぱり動画の作り方を変えていかないといけないんですよ。うん、で、今までそのオープニングを撮って、うん、で、なんかかっこいい編集してエンディング撮るっていうテンプレがあったんですけど、うん、最近はちょっとなんかもうエンディングもなしにして、うん、で、なんかもうちょっとオープニングもテンポよくして見やすい動画を作っていこうっていうのを意識してて。なるほどなるほど。そこは伸び、そこのその平均視聴維持率っていうの伸びていっているんですよ。あ、なるほどね。昔その、うん、ずっと 33% とか。あ、悪かったよね。めっちゃ悪かったんですよ。うんうん、で、僕これ普通やと思ってて。うん、そうそう。で、みんなそうやと思ったら、なんかその知り合いの人とかなんか 60% よとか。60% って思って。釣りだとね、結構俺が 45% ぐらいある。あ、45% もあるんですよ、ね。そうそう、平均視聴維持率。ね、ただ変態おじさんの少数が見てるだけで、一般層はもうあの高橋って人は詐欺師だし、うちそばっかり引退、あと釣れてないのに巨大魚、ね、でみんな見てくれないけど500人ぐらいが見てくれるっていうちっちゃなコミュニティなんですよ。うん、でもなんかその、うん、やっぱ編集スタイル今変えていて、僕もその最近ここ3本ぐらいやったら48とか、初速だけやったら 50% とか超えてる。そう、 50% いってたらまあまあまあすごいすごい。ちょっともうちょっと工夫していって、うん、とにかくいい動画をうん、なんか今まで僕いい企画は出してたんですよ。うんうん、でもイカれた企画やってなかったなでもで、うん、だからそのイカれた路線っていうのをちょっと考えていって。やっとるな、生き遅れおじさんと翔九郎さんと。あ、何ですか？いや、これはね、よくない。よくない。結局船の時に、はい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 、こうならないからいいけど、普段はこれ使いづらいですよ。うん、船の時倒れないんですか？だ、これを広げると重いから倒れないけど、はい、普段がもう扱いづらくてしょうがない。なるほど。ボート用に買ったの。普段使いづらい。投げていきましょう。ちょっと一匹釣りたいですよね。釣りたい。今回でも僕あれなんで、翔九郎さんの追っかけみたいな感じなんで。吉井さんはもう僕よりも上やと思ってるんですよ。いやいやいや、自分本当に汚れなんで。いやいや、やめてください。いやいや、汚れなんですよ。汚れに消さないでください。ただ普段の翔九郎さんが動画出てないじゃないですか。普段の、はいはいはい、いつもいいとこだけだから、はい、普段こんな感じなんだっていうのを視聴者が、あ、こんなんなんやって知らない人もいると思う。キャスト下手くそなんバレるわ。あ、下手なの？めっちゃ下手です。いいところだけやってる。そんなにバンバン釣れるもんじゃないですからね。本当に本当にね、琵琶湖ね、
坊主も多いんで、僕これ釣り倒さないですよ。ちょうど1年前にここでね、怪我に落ちたの。このラインカットしますね。いや、全然しなくていい。いや、やっぱあの素のあの、しょうちゃんなんですね。だよ、キャスティングでも本当とんでもないキャスティングなんかしょっちゅうあるから、ね、いや、ありますよね。買ったばっかの高いあのルアーを一投目でなんか枝かなんかでもう再起不能で取れんくなったりとか。あれはショックだからね。ショックっす。いや、すごいな。開始7頭ぐらいで、はい、まあ、超小バスが食ってきました。いいな。どうやってきたの？ゴーンってきたの？うん、普通に沖に投げて。沖？多分こんなんいっぱいおるんだわ。もう巻きもしよう俺。うん、こんなんは多分ね。でも釣れる楽しいよね。そう、これちっちゃいのは釣れるよ。いや、ちっちゃいの釣れるだけ良くないですか？あ、そうっすか。いいな。11センチ。あ、はい、釣って。今翔九郎さんも彼も負けず嫌いで絶対釣ってやるっつって言っとったね。うん、怒り始めた。でも、もう負けないぞと、心意気がすごいね。うん、絶対釣るんだという形で今翔九郎さんガチになって釣りに行くそうです。翔九郎さん、ちょっと火つきました。火つきました。翔、ね、ちょっと、まあ、今日誰が一番釣ったかもね、一日。いや、釣りたい。今羨ましい。巻きもんも僕バイブレーションで釣ったん、もう何年前やれんっていう話。あ、巻物あんまやんないんですか。そうです、もう多分中学3年以来ぐらいだと思います。翔子さん、それ何ですか。ジョイクロです。あ、ちっちゃいジョイクロ。はい、昨日ちょっと本気でやってて一匹も釣れなかったです。あー、このやっぱ喋ってる最中に釣れたら申し訳ないじゃないですか。あーすごいですね、彼もね、すごいよ。釣りとか YouTube のいいところは、こうやってあの僕のやっぱ年齢層が違う方とお話できる機会って、すごい貴重やと思うんですよね。だってありえないじゃないですか。はい。親父より年上ですよ。同世代とかは、親とかはあるんですけど、それ以外の人たちとお話できる機会って、やっぱ後々の人生見た時にすごいでかいなって思ってるんですよ。だって普通この世代の違い下で普通に一緒に釣りすることはまずないじゃないですか。いや、そうそうっす。大体あのね、翔九郎君みたいに年齢、同じような年齢層と一緒に、ね、はい。はい、その方が多分話も合うだろうし。いや、そんなこともないですよ、意外と。あんまり近すぎて、はい、若い人は結構プライドってあるじゃん。はい、プライド同士でちょっと噛み合わないとあるかもしれないですよね。僕、YouTuber の人やったら、やっぱり魚神さんの方がなんか、一番僕の話を、はい、なんか、ちゃん全部分かってくれてるな、みたいな。なるほど。そんな気がするんですよ、いつも。なるほど。だから話しやすいですし、なんかアドバイスもなんか、自分のためを思って出てくれてるんで。うん、なんかもう、その、釣り動画出しゃええやんみたいな、あ、個人的に思いついたアイディアというよりもちゃんと考えた上でのアドバイスをくださるじゃないですか。それってすごい僕にとっても嬉しいし、ありがたいことです。いいことは取り入れないだけど、はい、ありがたいですよ、僕は本当に。僕はね、いい、僕はもう普通にありがたいとしか思ってない。釣れないんで、サボり企画なんで。すげえ釣れた。ちょっと待って、翔九郎さん、どういう船釣れたんですか。いや、もうさっきなんかこの話してる時も近くまで来たやつらじゃないですか。ええ、ほんで、今もまた最後までキワキワまで引いてたら急にトゾゾンって来て。翔ちゃんすごいわ。腹ぷっくりしてる翔ちゃん。どうなんですか、ちょっと今日翔九郎さん、翔ちゃんって呼んでいいですか、今日だけ。ずっといっす、これからも。うん、翔ちゃんって呼びます、今日。これが琵琶湖のバスだね、腹パンパンだもんね。腹太ってる。すごい。まあ一応今日は最大だ。そうだね、俺11センチだから多分17センチぐらいあるし。今手前で食ってきたんじゃない。手前ちょ見えたよ、俺食う。その見ましたよね。そこだったもん。すごい。やった おめでとう、翔ちゃん。いや、翔ちゃんだよ、お前。食べるのはいいですけど、慣れない。こいつすんなよ、見てもらって。ごめん、翔ちゃん。お前なんか動画のたびにお前今後翔ちゃん翔ちゃん言って売名おじさんって言われる。売名おじさん、もう売名でいいよ。今も多分